防災訓練は営業前の午前9時から行われ、天神地下街の運営会社やテナントの従業員らおよそ150人が参加しました。今日の訓練は大雨によって近くを流れる中川の水位が上昇し、地下街に水が流れ込む恐れがあるという想定で実施されました。参加者は止水板を設置した後、買い物客を安全な場所に避難させるための誘導の仕方など緊急時の対応について確認しました。を実際に体験して頭に入れることができたと思うので、すごい大事だなと思いました。先週もですね、台風それから線状降水帯によって東海の方ではですね、被害が出たところがあります。ハード面とソフト面とですね、両面からしっかりとした備えをですね、改めてやらなくちゃいけないなというのを痛感しております。天神地下街は梅雨の時期に合わせ2016年からこの訓練を続けています。